やっとあったんだね。もう主一体倒しちゃったよ俺。ジムに来たってことはジムバッジ集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。いいえ、ネモはね多分惚れてるんでちょっと待たせても大丈夫なんですよね。ジムリーダーと戦うにはジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。こんにちは。当ジムリーダーコルサと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。オールジムのジムテストはキマワリ集めです。10匹集めてキマワリ広場へと連れていけばジムテストクリアとなります。この人かな。へえ、あ、いた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 。あ、キマワリがいた。キマワリは桜についてくるようになった。かわいい。はい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 。あー、いたいたいた。フォローミー。キマワリすげえついてきてる。あ、今声聞こえたね。こっちだね。おらおらおら、隠れてるよキマワリが。え、ボーナスタイム。あ、ラストこれじゃね。何、まあでもキマワリのレベル14なことを鑑みれば。かっこよくなったのかな。すいません、集めてきました。一匹ちょっと焼いちゃったんですけど大丈夫ですかね。おお、すごい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 。ネイチャーアーティストジムリーダーコルさんに挑みますか。はい。あ、もうそれ直に行くんやね。挑戦者よ。とよくぞ来た。貴様のジムテスト風車の上から見ていたぞ。やべ、バイクのホイールでちょっと花壇荒らしまくってないよな。大丈夫かな。キマワリを見つけ出すその洞察力だが実にアバンギャルド。あ、はあ、これもう A ボタン連打で勝てるんじゃね。おい、ソフトボールの投げ方やん。上野ユキコの投げ方じゃない今の。テラスタルやっけ。クリスティアじゃないわ。なんかよくわからん、これやるんや。いた。カバオ死んでほしくないな、経験値的に。さっきって土属性よね。これ葉っぱカッターで勝てんじゃね。属性変わってる。ヤドリギの種かなこれは。セーフ、セーフ。全然セーフじゃなかった。まずい。変えるかな、ここからつついてみるか。よし、セーフ。危ねえ、マジイージーだと思ったのに。なんというアーティスティックなタクティクス。技のパターン、ポケモンのディティール。大丈夫です。なんかやることいっぱいあるね。何でもやれるね。炎組のアジト行こうか。勝ち込み行くわ、炎組のアジト。基地にでも行くには正面から行かないといけないから。あ、こんな時間に着信。カシオペアだ。なんか大層なことに巻き込まれてるな。ん？誰？下半身希少。俺はネルケ。これ系でさ、若いと思いきやジジイっていう、結構今はニャースの手も借りたい。あ、もうこの地方はもう猫の手じゃない、ニャースの手なんや。おいら一人で哲学をするのにゃー。カシオペアさんだっけか。あなたは何者なんだ。スター団の元関係者。スター団アジトへ乗り込みチームをまとめるボスたちを倒してその座から下ろす。え、スター団は5つのチームがありそれぞれがアジトを持っている。近くにゲートが見えるはずだ。うん、うん、スター団には掟がある。
ボスは売られた喧嘩は必ず買わなければならない。そして買った喧嘩で負ければボスを引退しなければならない。ってことは無敗ってこと？先ほど各アジトに桜の名前で宣戦布告をしてた。おいおい、なんやこいつ。市役所ってどこにあるん？俺解明したいねんけど。俺アジトの中は広く侵入者を拒むポケモンがうようよしている。ボスの元へたどり着くには波のトレーナーでは難しい。だからこそ手を組ませてもらった。アジト内のポケモンを倒しボスを引きずり出してくれ。うんうん、性格良すぎやろ俺。校長？え、校長やん。マジやん。顔顔面校長じゃね。終わった、退学します。傷薬も3個ぐらい買っとこうかな。さあちょっとボスのとこ行こうか。危ない。こんにちは、どうも。あ、おい、なんだよって。お前のサングラスが一番なんだよやけどな。スターダンのアジトだぞ。さっさと帰ってくれない？出ないと正当防衛だぜ。帰ります。お、あー洞窟でお世話になったな。おいてめえ、デルビルがよ。25レベル。25レベル。無理かも。下っ端相手にテラスタル使います。あ、まずいんだこれ。あ、俺このパーティーの欠陥に気づいてしまった。水タイプがいない。やべえ、トンと罠で重複してるタイプが。あ、いや、これくれーはやるよ。絶対にやって。よし。